には外に出たらどうだ。今は気分じゃないから。とにかく部屋に僕を入れるんだ。ダメです、今は入らないで。じゃあもう知らないからな。人がせっかく心配してやってるのに。こんなにあいつのことを気にしなくちゃいけないんだ。どうすれば紫を部屋から連れ出せるんだ。デカ盛り美食大会か。よし、ならばデカ盛り美食大会で料理の腕を磨くとするか。わあ、リムちゃん。僕の相手はミノリか。ねえねえ、リムちゃん、ミノリと遊ぼう。すまんな、今はそんな気分じゃないんだ。ブーブーブー、なんで遊ぶ気分じゃないのさ。僕は料理の腕を磨かなくてはいけないんだ。そんなのいつだってできるじゃん。遊ぶのは今しかできないんだよ。いや、料理の腕を磨くのも今しかできないんだ。つまんない。みのりの気持ちも考えてよ。みのりだって僕の気持ちを考えろ。とにかく今はそんな気分じゃないんだ。さあ、ブーたれてないでデカ盛り勝負だ。さあ、いよいよ始まる第1回デカ盛り美食大会。今回の挑戦者は僕っ子、メガネっ子、ツンデレと人気者の要素をバッチリ兼ね備えたイムちゃんだ。別に皮肉で言ってるわけじゃないから、イムちゃん舞台裏から睨まないで。二十歳を超えてのセーラー服もそれがいいって人がいる。だからイムちゃん舞台裏から睨まないで、紹介できないでしょう。もうとにかく次の総選挙はみんなイムちゃんに一票を入れてくれ。比率蛇女子学園イム、悪の誇りを舞い掲げてもらっちゃいましょう。僕が勝ったらそこをどいてもらう。ミノリが勝ったら遊ぼうね。戦場に勝負。
できない。かかれば余裕だよ。連れ出そうとしたけど、何かあいつにも事情があったのかもしれない。次はちゃんと話を聞かなくては。すまんみのり、僕も冷たかった。この大会が終わったら一緒に遊ぼう。本当？じゃあかくれんぼと鬼ごっこと砂遊びとあとは。すまんみのり、遊びは二つまでにしてくれ。
るつもりは一切ない。我より強者へ会いに行く。いざ尋常に勝負。実力なのさ。
ためなら何だってできる。記録更新だぞ。この世の集大をさらすと。デカ盛りだ。これは
ャキシャキシャキともやしたちが口の中で大行進を始めておる。まだ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 、これは食わずにはおれん。いやーバレじゃ。余裕だよ。よし。召し上がれ。なあ、鈴音先生が相手か。腕が濡るな。忍びとしての鍛錬は怠っていないようね。隙のない見事な立ち姿だ。ありがとうございます。だがラブ&ピースの方はどうだ。顔に余裕がないぞ。それは、うん、紫とうまくいっていないか。お前たちは二人とも感情を表すのが不器用だからな。はい、僕はなぜかいつも紫にきつく当たってしまいます。それも妹を心配するゆえのことだろう。紫だってそれくらいのことは理解しているはずだ。そうでしょうか。たった二人の姉妹なのだ。その絆は簡単に切れるものではない。はい、絆は簡単に切れないが、大根や人参ならどうだ。はあ、肉や魚はどうだ。簡単に切ることができるか。ああ、料理対決のことを言っていたのですね。当然だ。私たちはそのためにここにいるのだ。さあ、勝負を始めるぞ。料理の腕の方も私がチェックさせてもらう。望むところです。鈴音先生、負けませんよ。手加減はせんぞ。いざ尋常に勝負。油断はできない。お日様太陽、ちょっといい、バスバケ姫スー
俺を。これは。おりゃ、甘いわ。もう一本、待ってこい。これはさすがの出来と言わざるを得ん。あっぱれじゃ、おかみさん。にゃーおーあーうまいぞ。お見事だ。練習が生きたな。そんなに食い入るような目で見ないでくれ。よし、勝てたぞ。見事な料理だった。これなら紫も喜んで食べてくれるはずだ。鈴音先生、私は知っている。忍びの世界で愛と平和を貫くのが困難なこと。しかしそれでも私は叫び続ける。世界に平和を。ラブ&ピースとな。はい、そうですね。なら叫んでみろ。叫んでみろと言ったのだ。世界に平和を。ラブ&ピースと。え？ほら、早くやるのだ。は、はい。世界に平和を。ラブ&ピース。声が小さい。はい、世界に平和を。ラブ&ピース。もっと大きな声で。よし、それじゃ次の試合に行ってこい。おっ。なあ、紫、お前どうしてここに。そうか、お前が部屋を出たのなら僕の目的は完了したということだ。料理の腕を磨く必要もなくなった。大会はここで棄権するとしよう。ダメ。え？私、お姉ちゃんとデカ盛りバトルしたい。覚えてるかな？すごく小さかった頃、よく砂場でデカ盛り料理を作って一緒に遊んだんだよ。そういえばそんなこともあった気がするな。お姉ちゃん、あの頃みたいに私ともう一度。ああ、いいだろう。ただし今回は遊びじゃなくて勝負だけどな。差はほとんどないな。
な。僕の勝ちは明らかだ。デカ盛りだ。自分の好きなものを作っただけで。食べてもいい？残すのももったいないしな。紫の好きにすればいいさ。
をしていて汗をかいていたところだ。早速使わせてもらおう。どうしたの？お姉ちゃん泣いているの？な、泣いてるわけないだろ。でも目が真っ赤。世界に平和を。ラブ&ピース。いいからお前も言え。世界に平和を。ラブ&調子がいいぞ。